して脱原発弁護団全国連絡会共同代表海野雄一さん、お願いします。皆さんこんにちは、弁護士の海野です。私はですね、今回 の、 その汚染水、汚染処理水の海洋放出は、国際法上も国内法上も違法であるということをはっきり宣言したいと思います。これはですね、東京電力と国が事故を起こし、さらにその後の無策、要するに遮水措置を取らなかったために増やしてしまった水なんですね。そのことを、その、汚染物質を作り出した人が責任を持って処理するというのが PPP の原則です。これの原則からして、まず今の措置は間違っていると思います。環境汚染物質というのは、環境から隔離して保管するというのが原則です。環境汚染物質を間違ってですね、事故によって漏らしてしまうことがあってもですね、それを貯めてたものを故意に漏らすなんてことはありえない。そんなことは絶対してはいけないというのが原則だと思います。そして、国際法上もですね、予防原則というのは確立した考え方です。予防原則というのは、安全性が確認されていない行為はしてはならないというものです。先ほども、坂上さんが指摘してくれましたけれども、この汚染処理水の中にはトリチウムも危険ですけれども、セシウム、ストロンチウム、ヨウ素などが大量に含まれている。仮に薄めたとしても、それ元々あったものが全部出てしまうんです。で、これらは生態濃縮される危険性もあります。それについての評価はきちんとなされていません。したがって、これらの海洋放出が行われたときに消費者が魚を買わなくなるのは風評被害ではなくて正当な自衛行動です。それによって漁業者は大変な被害を被るでしょうけれども、それは政府の行為、東電の行為による被害であって風評被害ではないんです。実害です。そして、他により安全な方法があれば、その他により安全な方法の方を選択すべきであって、そちらを選択すべきです。タンクで長期に保管する、モルタル固化する、こういった方式があるにもかかわらず、それらについて正当な評価がなされていない。その下で海洋放出するということは明らかに違法です。最後に IAEA がですね、報告書を出しました。私も読みましたけれども、この報告書はですね、確かに、政府の言っていることを鵜呑みにしている部分はありますけれども、この放出が、放出決定を政府がしてから我々はその評価したんだと。したがって、政府のやったその政策決定について推奨も支持もしないとはっきり言ってるんですね。その実際にこの、海洋に放出した時のその後の汚染の計測をしていくっていうことを言ってるだけなんです。すでにでも太平洋は福島原発事故によって大量に汚染されました。それに汚染物質をさらに流してもですね、汚染レベルが少しも変わらなかったら、それで本当に安全でしょうか。そんなことはないと思うんですね。そういう意味で IAEA の、判断は決してこの政府のやり方、東電のやり方を正当化するものとはなってないんだということを確認したいと思います。そして最後に、私ども脱原発弁護団としては、非常に困難な状況ではありますけれども、あらゆる努力を続けて、何らかの裁判手続きでですね、この、無法な海洋放出を食い止める、そのための努力を最後の最後まで続けたいと思っております。